これは、ね、やっぱあのあんまり漫画ではやったことを見たことがない手法です割とあの演出的に高度で僕はあの漫画よりここら辺はうまいなというふうに思います。えー、してみましょうでこのシーンの演出をまあ野暮ですけど説明するとあの僕らの普通の生活を考えてみるとですね 案外、泣かないんですよね。もちろん葬式で泣く人いるんですけども大体の人ってちょっと泣けなかったりして自分は冷たいのかな白状なのかなというふうに思ったりする場合が多いんですよ。だからあので泣くのは案外葬式の後、なんかちょっとしたきっかけだったり思い出したりするっていうことが、まあ、それが普通なんですよね。だからフリーレンのあの人のことをよく知らなかったから泣けないという気持ちに実は視聴者は共感できるんですよ。 で漫画の場合は漫画内の感情だけ書いてるからフリーレンの感情を書くんですけどもアニメの場合見ている人の共感を呼ぶためにですね見ている人の記憶とか経験を手繰り寄せて世界に引きずり込もうとするんですね。漫画というのは能動的なメディアで自分で買って手に持ってページをめくって読むから最初から姿勢がアクティブなんですよ。なのので、登場人物の感情に潜り込もううとするっていう意思が、 最初から読者の方にあるんですけどもアニメのような映像作品っていうのはほっとけば目を離している隙にもどん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 画面が進んでいってストーリーが進んでいっちゃうからですねどうやっても漫画より客観的にならざるを得ないそのために作った仕掛けが泣けないっていうことを共感させるために視聴者自身の体験を引っ張り出しているわけですね。 でアニメの視聴者もですねはっきり言って第一話で出てきたキャラクターが死んだとか葬式っていっても思い入れがないので泣けないに決まってるんですよ。でこの日常生活での葬式で知り合いが死んだのに泣けなかった親が死んだのに泣けなかったって思い出が物語内でのフリーレーンへの共感につながるわけですね。でこれは、ね、は、やっぱあのあんまり漫画では やったたここととを見たことがない手識で,ではなくないというワンクッションを置いて何でフリーレンはここでパッとしたのかここで無音なのかですねこ,ここを強調させたいからですねカの金のアップでは音を聞かせず墓地に行ってから音を聞かせると同時に墓掘りの土を掘る音土を投げ込む音だけを聞かせるとでこの音でフリーレンはやっとヒメルは死んでもう会えないんだというふうに理解すると。 で葬式っていうのはそもそもあの死を受け入れる儀式親しい人の死んだということを受け入れる儀式なんで無意味な儀式で当たり前です無意味な儀式に長々と立ち会うことで人はその死を受け入れることができるこれが葬式の本式なんですよね。でフリーレンも同じく彼女も同じくですねその意味のない葬式意味のない説教で鐘の音 で土棺に土をかける音でかつて一緒に冒険したヒンメルの死んだということを受け入れることができるってこういう演出になっているんですね。まあ割とあの演出的に高度で僕はあの漫画よりここら辺は上手いなというふうに思います。えー、しかしですね次のシーンですねこのシーンに続いてですねフリーレンさらに高度な演出法でちょっと僕らを泣かせに来る。